福島の、土石流の現場です。これは住宅があった後ですね。全く、跡がない。土石流が流れてる脇は、泥水が来てなかったら、ぐっちゃらの状態。そう、これギリギリこの家は助かったんですね、横ね。ここは多分民家が建ってたんだね。ね。全く基礎も何もない。で、周りは土だらけですね。多分こう。国土交通省の人ですね。どこかな、もうやっぱ。あ、これ家が、車が飲まれてます。わあ、ひどい。いや、もうあまり行かないよ、これ。このぐらいで。あ、子供たちのボランティアね。ああ、これ土石流が通った後。あの辺が崩れたところで、この線路と道路を乗り越えてきたと。で、乗り越えてか、まあ、回って、こう、そうですね。この川、あ、道路が川のようになっていた、川になって、泥水が流れ込んできたという形になります。床下浸水です。エレベーターが停止、集会室床、管理室床下で、浸水しています。